今回もまたモノクロ写真のスライドショーとなります。なんか10月ってね、私にとっては気候が中途半端で、晴れれば暑いしね、で曇ればねすぐ雨が降ってくる、でなんか外出る気にもならないんですよね。前そう中学の頃もね、なんか10月はね気が抜けてね、一日も登校しないで家の中でゴロゴロしてたってことありますからね。本当ね、家の中でゴロゴロするには最高の季節なんですよ。あともういい加減ね、冬物エナメルとかねレザーが着たいっていうのもあってね、本当ね早く寒くなってほしいですよ。まあこの今年2022年の10月も半ばあたりからねぐっと気温が下がるんで、次回からはねまたロケで撮れると思います。まあ、今回、まあ、そういったわけなんでね、いい機会なんで連チャンですがね、スライドショーモノクロで出します。この写真はね横浜中華街でコードギアスの C2 のコスプレですね、それで撮ったやつですね。モノクロでもねこのね中国風の寺院のもうすごいねこの豪華絢爛なんですけどね、カラーだともっとすごくね派手なんですよね。まあ逆にモノクロで良かったですね。そうでないとね私自身のね方がね目立たないですからね。いや本当ね中華街っていうのもねまたぼちぼち行ってみたいですね。まあそれはともかくね、秋葉原の写真始めましょう。2005年3月の段階だと本当ねまだまだのどかですよ。こうやってね、まあどっかのおっちゃんがパイプ椅子こう持ち出してのんびりと日向ぼっこ、これもっとね時代が古いとこの中央通りに今銀座でもやってんのかな、パラソルテーブル、あれ並んでねやってたっていう時期がありますからね。さすがにねもうこの時期はないですけど、いや本当にねのどかな時代ですよ。秋葉原駅の電気街口も随分変わりましたね。改めて写真こう古いのを見てみると、いや本当にこんな時あったんだろうかってね。なんたって駅前にね放置自転車ありますからね。そうですよ、この頃はねこの秋葉原のこの電気街口の駅前ちょいとしたね駐輪場になってましたからね、まあ便利っちゃ便利でしたね。前回のスライドショーでもこの位置から撮った写真はあったんですがね、あれ 35mm でね、今回は 28mm なんですよ。こっちの写真がいいですね、状況っていうかよくわかりますね。いやこのね 28mm レンズ、コシナのねカラースコパー 28mmF3.5 ってレンズなんですがね、これがねまたいいんですよ。直線がね直線でピシッと映るんですよね。広角レンズってねどうしてもね樽のようにね歪んで映ることが多いんですよ。特に一眼レフとかのカメラはね、レンジファインダーはねそういう歪みが少ないのがねこの広角レンズ強みなんですよ。その時は何でもない光景でもねちゃんと撮っておくと後々記録になるんですよね。左の日通本社ビル、これ取り壊し直前なんですよね。なのでね左のこの上の方、日本通運ってロゴがあったんですかね、取り外されていますね。で右はね山際だったりしますからね。ジャンク通りの露店の方ですね、こういうところからね意外なね掘り出し物があったりするんですよね。いやなんでこんなところにこんなものがあっての、それをね掘り出すのもね楽しみだったりしたりね、ちょっとねこれ法律的になんかなっていうそういうのもね売ってたりしましたからね。いや本当にこれすごい時代でしたよね。2005年かもう17、8年前ですもんね。もう今本当こういうとこね変に清潔になっちゃいましたよね。ガシャポンの機械があったり、なんか商品がね路地にこう所狭しと並べられていますが、これ雑貨屋さんなんですよね。3月うさぎって店だったかな。雑貨といっても秋葉原ですからね、パーツだのねちょっとした同人グッズだのそういう関係の店だったんですね。もう今はないんですよね。毎年夏になるとねこの店の前にでっかいね小入りの柱がボーンと置いてあってね、本当ね夏の風物詩だったもんですよ。これも今の秋葉原では薄くなった要素ですね。こういう18禁関係のねポスターとかもほんとね堂々と貼ってありましたからね。今でもねそれは扱ってることは扱ってるんですけれど、アダルト用はねアダルト用として、まあ、ひっそりっていうか単にアダルトありますっていう感じでね字で案内してあるだけでね、まあこんなね堂々とは今は貼ってないですからね。っていうかまあこの時期まではねまだまだね男の街、本当に顧客はね来る顧客は男ばっかりだったですからね。
2005年の初めぐらいまではこのケバブ屋さんね、キッチンカーですか、あれをここのね隙間に置いて商売してたんですがね、もうタイヤないですね、っていうかもうちゃんとしたねこれ店になってますね。それだけね秋葉でケバブっていうのがね定着したってことなんですね。この店ね今でもねあります。マビノギっていうオンラインゲームの宣伝ですね。いや本当にねすごい、これはね気合い入った宣伝ですよね。宣伝員の人がね一人二人とね駅前とか店の前に立ってチラシとかねキッシュを配るっていうのはね今でもたまにあるんですがね、集団でね中央通りの歩行者天国をねこう宣伝して歩くっていうのは今じゃもう やれないでしょうね。本当に警察がうるさいですからね、今じゃこういうの本当できないですからね、もうすぐに散らされちゃいますからね、警官とか警備の人にね。やっぱある程度のね自由はないと文化っていうのは育たないんですがね、なんか秋葉に来ちゃうと変に悪乗りする人が多いんでね、本当に難しい問題ですよ。しかし観客みんな男ですね。もともと本当にねある意味男の街ですからね、秋葉原は。よくこのお店先でね新人売り出しの方がねプロモーションで歌ってるっていうことがあったんですよね。銀座だとね今でも山の楽器の前でやってることあるかな、秋葉原でもねこうやって当時はやってたんですよね。で人によっちゃね歩行者天国の半分が埋まるぐらいすっごいね人だかりしたとかあったんですよ。でもまだこのね2005年の3月頃じゃそこまでの状況っていうのはなかなかなかったんですよね。こうやったら本当にのんびりしたいい感じで撮れたもんです。秋葉原といえばねこのガードレール兼用のベンチ、これが良かったんですよね。今は普通のね東京都にありがちのパープの、今はね東京都にありがちのパイプのガードレールなっちゃってね、で今は植木まで植えられちゃってね、このね写真の状況の方がね広々として開放感あって良かったんですけどね、次になんか大改装工事があればねこういう感じに戻してほしいですね。いろんなメーカーからこういうレースクイーンのような格好でね宣伝員のお姉さんがいろいろとねこう宣伝するっていうのは当たり前だったんですよね、この頃はね。だからまたかみたいな感じがあったんですがね、まあ、私もねなんかよく撮っちゃいましたね、まあ、この頃まだ私も若かったですからね。今はもうこういうのはほんと少なくなっちゃいましたからね、やっぱり景気が悪いっていうのと、やっぱり広告の形態がねこう現実でやるよりはネットってなっちゃってますからね、店頭でやるっていうのは少なくなっちゃいましたね。建物や道路はほとんど変わってないんですがね、看板がもう全然違いますね。左から行くとコロナっていうねこの喫茶店もう今なくて、もうメイド関係のなんかそういった喫茶店になってますからね。で中浦当然今なくて、ここは今ドラッグストアだったかな。でその上の方には石丸電機ですからね。でこう舗装もねまだ工事が途中で荒れてますからね、まあ、こういったねなんかこう垢抜けないごちゃっとした感じが秋葉原の良さだったんですけどね。左手のビルの1階ね、ここにねこれからねおしゃれな雑貨屋とかカフェそういうのが入ったらもう秋葉原じゃなくてね、なんかこうね丸っこいこうローマ字で書いたような秋葉原っていうことになっちゃうんでしょうかね。締めの写真は冒頭と同じく横浜中華街で撮った写真です。中国風の寺院ってね本当に極彩色でね派手で賑やかでいいんですよ。でもねこうモノクロで撮ってもやっぱり渋くていいんですよね、まあ、カラーで撮ってもいいかなってあるんですけど、まあこれほんとモノクロ写真なんでどうしようもないんですがね。今回もモノクロの写真スライド3連チャンなっちゃいましたがね、私にとってはちょっとね10月っていうのは心地よいようで苦手っていうか、なんか気が抜けちゃうんですよね。夏だったらね32度だ35度だって言ってもやけくそな気分で突っ走れるんですがね、まあ、それがもう9月となり10月になるとなんか気が抜けて疲れちゃうんですかね。ほんと私にとってね一番動きやすいのは20度切って15度、最高気温がそれぐらいだとね動きやすいんでね、まあ、これからですね、まあ、これからバリバリね海だ山だって行きたいってところですよね。と言ってもなんかねまたね湘南とか高尾山もマンネリだなと私自身も思ってるんですよ。とはいえね他にいい場所も見つかんないし、それにいい場所が見つかっちゃうとねそこばっかり行っちゃうっていうね私のね特性も
あるんですよ。でもね、やらないよりはね、やるマンネリの方がいいなって、もう開き直ってやるしかないですかね。何にもやらないよりはね、出す方がいいですからね。というわけで、できればね、次回はね、本当ロケで撮りたいもんですよ。今回はまたモノクロのスライドショーでした。ノンダックレイです。次回もお楽しみに。